ジェイコブ・ブロノフスキー、ジェイコブ・ブラウンスキー1908年1月18日から1974年8月22日は、ポーランド出身、ユダヤ系のイギリスの統計学者、歴史家、詩人、科学の哲学者、人文系の科学への解説で知られる。BBC の科学ドキュメンタリーの作家であり、科学の解説者として、著書、人間の進歩が著名だった。 当時ロシア領だったポーランドのウッチ出身、ジェイコブ・ブロノフスキー・ブロノフスキーが子供の頃家族はドイツへ、ついでイギリスへ移り、ケンブリッジ大学で数学を学ぶ。1934年から1942年まで春大学で数学を教え、第二次世界大戦中はオペレーションズリサーチ研究に従事し、ドイツ攻撃の有効性を調べていた。 後には、日本の爆撃を、より効果的にするための一連の数学的、統計学的部隊の長となり、オペレーションズリサーチの方法の開発の一、パイオニアであった。1945年から46年には、イギリス政府科学代表として、来日、原爆の効果を調査し、広島長崎原爆被害報告を執筆。1946年のビキニ環礁における、 原爆実験の夜に最初の放送、キロに立つ人類を講演し、それ以来当初は原子エネルギーについて、後には一般科学について BBC 放送の人気番組の一つになった一連の科学解説を担当。その中には日本への旅や暴力の顔が含まれており、特に校舎は1950から51年に全ヨーロッパで放送されたドラマの中の 最優秀作としてイタリア賞を受賞した。1947から50年には統計学的方法を産業経済に応用する問題の研究に従事し、1947年にはユネスコにプロジェクトディビジョンの長として派遣されたが、1950から64年には石炭庁の研究所長として無塩燃料製造の新しい方法の開発に取り組み、 1959年以降、ディレクター、ゼネラル・オブ・プロセス・デベロップメント・イン・ザ・ナショナル・コール・ボードという地位について、その方法の完成に尽力し、製品はイギリスで市販の運びにこぎつけた。この間、1953年には、アメリカの MIT にカーネギー・ビジッティング、プロフェッサー・オブ・ヒストリーとして招聘され、人間の発見と創造を講演。 1965年1月には米国に移って、カリフォルニア州サンディエゴ市ラジオラのソーク研究所の研究員になり、その後副所長になった。ブロノフスキーは、ウィリアム・ブレイクに非常に似た詩を書いた。ブロノフスキーは1941年に、リッタ・コブレンツと結婚した。二人は四人の子供を設けた、四人とも娘である。長女は、イギリスの金星子を専門とする歴史学者で、 リサ・ジャーディンで、もう一人は映画制作者のジュディス・ブロノフスキーである。彼は1974年にニューヨーク州イーストハンプトンで心臓発作で亡くなり、TV 放送の人間の進歩が終了してから1年後、ロンドンのハイゲート墓地の西側、入り口近くに埋葬された。リタ・ブロノースキーは2010年9月にカリフォルニアで92歳で亡くなった。ありがとうございます。